千歳瀬総合観光バス株式会社は、北海道千歳市に本社を置き、バス事業や特殊用途自動車運行等を行う企業である。路線バス車両は2017年3月31日現在で36台登録されている。2016年10月1日より、千歳瀬総合観光バス、北海道中央バス、千歳営業所、厚間バスの千歳市内一般路線にて、 大幅な再編が行われている。運賃についても、千歳駅前、または、市民病院でバスを乗り継ぐ、さえの割引適用や、約 1.3km 以内の短距離の、実施運賃を100円とするなど、千歳取独自の施策が適用される。千歳駅前乗り場の詳細は、千歳ステーションプラザを参照。2020年12月1日現在、系統番号は、 始発地や途中経路に関わらず、10は、首都正規前校、11は、首都世里派大学前校、12は、市民病院行となる。貸切バス事業は通常は、札幌運輸支局管内及び、苫小牧市、有仏群での発着が認められているが、貸切バス事業者安全性評価認定制度による、有料事業者に限定した営業区域の弾力的な運用により、 北海道全域となっている。車両は37台登録されている。2008年に解散したブルーバスグループに加盟していた。新千歳空港ではエルデューやスカイマークなどランプバスの運行を住宅する。ありがとうございます。